皆さんどうもこんにちは。今回は定期的にやっている私キャベツの完全にキモい回でございます。女性の方、また下ネタの話題が苦手な方々は今のうちにブラウザバックしていただきますと幸いです。では行こう。 To be ニーヤオートマタの登場人物。 To be 彼女はとんでもない。本来全面にフェティシズムを押し出すと下品になってしまうのがキャラクターデザインというものですが、この To be は全身にフェティシズムを詰め合わせながらも下品ではなく、むしろ上品でかつしないか、全てが美しいという稀有な存在。まず衣装、すらりと伸びた足をさらに美しく見せ上げ、大胆に開いた胸元などを上品に見せるゴシックな衣装、素晴らしい。ヒップの部分は走ればひらりと舞い上がり、カメラアングルを下から覗けばその美しい素晴らしいヒップを鑑賞可能、なんて素晴らしいのでしょうか。そして正しくはゴーグルですが、先導的な目隠し、口元のほくろ、高く響くハイヒール、戦場でハイヒールを履くのってアホかと思いがちですが、それを履くゆえに女性的なラインを作り出し、歩くモーションもモデルさながらになっております。こんなキャラクターをデザインした A は後世ゲーム史に語り継がれ、ゲーマーは生涯この 2B というとんでもないフェティシズムを詰め合わせたキャラを崇拝することは不可避。それだけではなく、他の衣装に変えると 2B は完全にレオタード姿になり、さらにその体のラインを堪能できます。こんなことがあっていいのか。ソニーをはじめプラチナゲームスに感謝状を送らなければならない。また To be はソウルキャリバーなど他作品にも出演し、海外ではコスプレをはじめとんでもなく支持されているキャラクターでもあります。昨今ポリコレ問題で女性キャラクターの容姿が普通になってきている今、最後の砦はやはり日本のゲーム。今後も To be のようなキャラクターを作り続けていってほしいものです。アヤブレア、パラサイトイブの主人公アヤブレア、金髪のショートカットがどうでもよく似合う、憂いに満ちた顔が特徴的な個人的ドストライクな美しい女性、美人寄りの可愛い顔って感じですよね。アヤはスクウェアエニックスのお色気担当キャラクターとも言えるような存在で、本作のシリーズの一つザ・サード・バースデイではダメージを食らうと衣服が破けるなんてシステムが採用されており、当時私キャベツは本当に彼女に恋してしまうのではないかと常にドキドキ、いやもうしてました。恋、そして何より彼女を美しく見せているのは戦う女性であること、なんかもうそれだけでええやん。くっそ性格悪くても美人で戦ってたらええんです。敵は化け物なのですが、こうして銃で敵と戦い傷を負っていく姿は美しいと言わずして何というのか。結婚式ですらこんな見た目になってしまいます。もう愛してやらなければかわいそうや、俺が愛する、いやあや俺の嫁になる。またゲーム内ではあやのシャワーシーンなどがあり、本当にスクウェアにくっそありがとうと感動しました。コンセプトアートも写真でも美しいあや、もう好き。クワイエット、メタルギアソリッド5に登場したクワイエット、言葉を待たない狙撃手クワイエットなのに体はクワイエットしていないクワイエット。作中親密度が高まるとスネークに様々な反応をしてくれます。ヘリの中ではスネークを誘うようなシーンもありとノンクワイエット、さらにイベントでは一緒にシャワーを浴びたり水遊びもできたりしちゃう。また衣装も胸元がノンクワイエットであり、タイツもビリビリに破けており、今海外で出せばとんでもなく批判されてしまいそうな格好であります。しかしこんな衣装をしているのにも理由があるのです。彼女は皮膚呼吸をしているため、あえてこのようなノンクワイエット衣装を着らざるを得ません。そのため服を着ると窒息してしまう、ならばもはや全裸でいいのではないだろうか。ゲーマーはクワイエットが真の形としてノンクワイエットへ変わることを望んでいます。ゴッドイーターアリサ、ゴッドイーターの登場人物アリサ、彼女を見てまず気になるのはその衣装。荒神という巨大で獰猛なモンスターと戦うにもかかわらず、防御力が皆無な服で挑む姿は気が狂ったとしか思えません。他のキャラクターは比較的普通の制服を着ているのにもかかわらず、アリサ一人だけなぜまともな制服をよこされていないのか。女子高生がスカートを上げるよろしく、もしかするとパイオツを強調するような制服にアレンジしているのかもしれません。制服の割に胸が強調されており、シリーズを重ねるごとに開放的になっていく衣装、最終的に全て脱ぎ捨てるのではないだろうか。ファイアーエンブレム、サーリア。ファイアーエンブレムシリーズでも魅力的なキャラクターはたくさん登場しており、男女ともにセクシーなキャラはたくさんいますが、その中で一人を選ぶとしたら、クッソドエロなフィギュアも発売されたサーリア。整った顔立ち、すらりと伸びた足、そしてその魅力を待つストッキング、はぁ、近年任天堂のゲームキャラクターが割と過激な表現を見せることが多くなってきています。サーリアに関しては過激すぎてスマブラのフィギュアメーカーがボツになったとの話も。ネクラでストーカー気質の怪しいダークマージですが、セクシーさがその全てをいい方向に見せる女、いやってかもうマジでフィギュアがエロすぎです。
ドラゴンズクラン、アマゾン。両手武器を好んで使う、恐れを知らない屈強な女戦士。戦う女性なくせにほぼ下着で動き回るアマゾン。まるで丸太のように飛太い太ももの持ち主であり、パッと見何かの間違いではないかと目を疑いそうになりますが、この太ももは確かに存在。長い鍛錬の末に鍛えられた立派な太もも。この太ももも彼女を守る鎧の一つ、我々スケベゲーマーを魅了する一つのポイントでもあります。しかしやはり心配事が一つ。ここまで太ももが発達すると履けるパンティがなくなりそう。このパンティはどうやって履いたのか、もしかするとすっぽんぽんの状態からパンティをロマンス像に編み込んでいったのか。いやいや胸元もでけえし、夜の板の身をするにはなかなか難しそうである。スターオーシャン5フィオーレ。今回の動画で紹介するキャラクターの中で最もどないしてきましたと問いたい服を着ているフィオーレ。まるでテクスチャがバグを犯したかのようなとんでもない服を着ているフィオーレ。前作から対象年齢が上がってしまいました。ちなみに25歳、161センチの体重44キロ、このスーパースイカメロンをもってして44キロ、とんでもない。また作中ではお下品な技もあり、自分の立場をよく理解しているフィオーレ様。そんなフィオレ、世界有数の呪因術師であり、この露出の高い衣装、足には呪因が刻まれており、露出イコール己の能力を誇示していると捉えることもできます。昔流行ったちょっと下ネタのフラッシュゲームのようなものを思い出しそうなフィオレ。絶対に子供には見せられません。エイダ。エイダはバイオハザード2から登場したミステリアスな雰囲気を持つ女性。年齢はだいたい30代。30代というとだんだん肌などの荒れ具合が見た目に現れてきてしまうようなお年頃ですが、エイダは相変わらずすっべすべ。まるで興味のない男には冷たい目で罵倒しそうなそのクールなお姿。最初はコートとサングラスでいろいろ隠れていたので、ちょっと残念な気持ちになったのを覚えていますが、最近のエイダの服はぴっちりしていて、女性の体型を魅力的にしてくれているので、ナイスチョイス。上がって女性を女性らしくするカラーでなんかいいですよね。しかもショートカットで美人。オーマイガー。ロングヘアで髪を巻いても似合いそう。謎多き女性は魅力的。今更なんですけど、僕キモくないですか。王元気。王元気は新三国無双シリーズに登場するキャラクター。新米キャラながら人気が非常に高く、人気投票では6では1、無双オロチ2、7、モーブ少年では2、8発表時では9位といい成績を残しています。見た目はプラチナブロンドの髪に琥珀色の瞳、お人形のような白肌、顔は意外に童顔で目が大きいのが特徴で、くっきり二重。そしてまあ当時ではありえない濃いアイシャドウをしており、身長は三国無双の武将の中ではかなり低めの部類ですが、現代のまあキモオタの理想形にするかのように胸は驚くほどホーマ。控えめに言って触りたいですね。個人的に水色を身につけている女性ってなんかグッとくるんですよね。何なんですかね、水色を身にまとっているだけで20点が50点とかになっちゃったり、まあにしても胸でっけえなお前。フェミニストになんか言われそうなので次行きましょう。ということでいかがだったでしょうか。やはり一貫して言えるのは、こういう女性キャラが多いのはほぼ日本のゲーム。日本人がどれだけぶっ飛んでいるのか今一度再認識できます。昨今はポリコレ問題や規制が強くなってきております。今後もっと規制されれば、全員が肌を露出しない普通の服を着てしまい、少年たちの夢を壊すキャラクターばかりになってしまう。それはいけない。日本のゲーム制作者の方々、日本が作り上げてきた変態魂なくしてはいけません。後世に語り継ぎましょう。そのためなら私キャベツ尽力いたす。ということで、この動画良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラム、そしてサブチャンネルも開設いたしましたので、良かったら登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。よ、お前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それは、チャンネル登録をしてくれ。まあ、チャンネル登録をすると、何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただ、チャンネル登録という欄に、俺が動画を投稿すると、最新の動画として現れてくる。結果、お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから、登録してくれ。あと、ツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なので、コメント欄でネタをください。まあ、とりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あと、
チャンネル登録した後なんか通知マークをオンにしてくれたら俺が投稿する時君たちに通知が行くので、ぜひそこも通常オンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。